にちは。こんにちは。ありがとうございまする。拙者名古屋おもてなし武将隊陣ヶ崎隊の八太郎にございまする。バッキリござりまする。武将の方々をお助けするため津々浦々の戦場を東へ西へ、我ら縁の下の力持ち名古屋おもてなし武将隊陣ヶ崎隊、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。先ほど忍者の演舞がありましたが、これからはわしらの演舞にございまするゆえ、皆様にはただ見るだけではなくの共にやっていただきたいことがありまする。その説明をたすけさん、お願いいたします。はい、分かった。それは勝ちどきにござります。勝ちどき。勝ちどきとは勝ち戦を願ってあげるものにござりまして、右手の拳を大きく掲げ、えいえいおーえいえいおーえいえいおーと、三度あげるものにござりまする。皆様方にはこのおーの部分を一緒にやっていただこうと思います。ではよろしいですか、皆様右手の準備お願いいたします。お願いいたします。よろしいですか、皆様あげてもらわんとの次に進まない上にあげてくださりませ。ありがとうございます。それではお参りますぞ。皆様勝ち時じゃ、それえいえいおーえいえいおーえいえいおー、ありがとうございます。わしらの演舞存分にお楽しみくださりませ。我ら名古屋おもてなし武将隊は400年前よりよみがえりし物の不集団、本日は平成という戦国に生きる皆様方にたくさんの元気とありったけの勇気を精神性お届けする所存でございます。いち早く誰にもつなぐ陣ヶ崎隊助け、この大きな目で敵の動きを観察いたしますと、陣ヶ崎隊やたろう、あらこよ作詞神儀の梅の花、一万槍の誉れとともに古う穂先は民のと、我こそは槍の又前玉太左衛門俊家なり、人の一生は共にお手遠き道を行くことだし、急ぐべからず、いつまの愛がぬしろを導かぬ、怖い名古屋海軍の徳川家康。はあ、おめえたち夢持つだらどいる海持ってちょうでよ、皆の衆わしとどいる海身を前い、戦国一を出世がしら、わしは太閤豊臣秀吉じゃ。はあ、我ら名古屋おもてなし武将隊いざ参る。はあ、よしねー。
勝利の前祝いじゃ。勝つ時を挙げる前に、はあ、名古屋とここに集まりし南の明るい未来に向かって勝つ時は、そらえいえい、うわえいえい、うわえいえい、うわ我らはここに蘇る。我らはこの時代に生きる皆の声を聞いた。必死に誰かを幸せにするために戦い続ける皆の声を聞いた。だから我らはここに蘇る。どんなことが起こったとしても共に苦しもうではないか。共に悩もうではないか。共に喜ぼうではないか。共に楽しもうではないか。共に生きようではにゃか。我ら名古屋おもてなし武将隊ワイル。忍びの者たちを出てまいれ。はっ。さあ、ということで、我らが名古屋おもてなし武将隊、そして徳川エスとハットリハットの忍者隊じゃ。おっ。さあ、そして我らが掲げし言葉があるな。はっ。やたろう。はっ。よう持ってきたわ。さあ、では、わしが開くといたすか。やいぞ。申し訳ございません。やいぞ、やいぞ。我らが掲げし言葉はこちら。どどん。ようこそ名古屋へ。いやさあ、ということで半蔵よ、やはり尾張国は三河とともに愛知県も来てほしいということで、そんな願いも込められておりますさようにござりまする。さあ、殿下いかがでございましょうか。では真ん中から写真撮影を行ってまいろう。しかと取るのじゃ。では年へ数を数えよう。おっ、それではまい。一つ、二つ、三つ。次は異国の言葉。ワン、ツー、スリー、フィニッシュ。なんかわし見とった今いいやつ。さようですな、笑顔が素敵すぎる。ありがとうさんじゃ。さあ、続いてこちら側行こうかな。秀吉殿、ちなみにこの写真なるものは動きは入りませんぞ。あ、入らんのか。ただただ躍動感は入ります。なるほど、では動く。では年へ行け。はい、一つ、二つ、三つ。それでは異国の言葉。ワン、ツー、スリー、しまいじゃ。秀吉殿、小ぜわしいです。小ぜわしいさあ、今度は反対側参ろう。しかしながら躍動感も素晴らしい。躍動感はすごい。もしかすると少しな、映しにくいかもしれんがわし、止まっておると死んでしまうんじゃ。誠でござる。誠じゃ。今日はこたびは
秀吉殿に習い皆も躍動感を持てながら行儀では俊江殿よろしくお頼み申す。んでは参る。一つ二つ三つ異国の言葉だけ。うわっわしが真ん中じゃつい映すな家康殿を。いや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 秀吉殿荒れておりました。あれ仕事隣に小競り合いが起こっておりました。そうじゃったな。今の時間が一番疲れたんじゃけどわし。さようですな秀吉殿。本当に本当にさあではということで改めて忍者隊を前に入れよう。そしてこの者たちに大きな拍手をだ。はい、やった。三はさあでは改めて南の有安さんじゃ、うん、我ら名古屋おもてなし部招待は次は13時の刻よりこの名古屋城を開遊いたし南野と写真撮影などの対応をしたいと思っておる。ぜひその時にまた会おう。今日はありがとうございました。さらばじゃありがとうございます。皆様貸し出しよったこちらの敷物最後こちらの方にの青い箱に返してくださりませ。よろしいですか。貸し出しよった敷物こちらの方に返却の方をお願いいたします。ありがとうございました。